ダイオンの異分体を抜けて、私たちカルデアはいよいよクリプターを率いるリーダーキリシタリア・ボーダイムに立ち向かうべく、第五にして最大規模を誇る大西洋異分体攻略へと乗り出します。アトランティス勢力の襲撃をかろうじて逃れた私たちは、コルデーさん、クマじゃないオリオンさん、そしてバーソロミューさんと合流します。そこで聞かされたのは、この異分体は古代のオリュンポスの神々が生き残っている世界だということ。さらにその神々はアトランティス中央のビッグホールの先にある聖カントシ山脈オリュンポスに存在するということでした。そんな中、私たちカルデアは防衛軍指揮官オデュッセウスとビッグホールの内部に潜むポセイド、空より降り注ぐ神罰の矢、アルテミスの突破に向けて動き出します。オリオンさんの宝具を強化してアルテミスを撃ち落とすために、神の遺産テオスクリロノミアの収集を進める私たちは、道中でマンドリカルドさん、イアソンさん、チヨメさん、アキレウスさん、パリスさんと合流し、神聖アルゴノーツとして旅を続けていきます。チヨメさんは決死の作戦でエキドナを暴走させ、コルデーさんはオデュッセウスの暗殺を成功させます。そしてアキレウスさんは自分の霊気と引き換えにヘクトールさんを召喚、マンドリカルドさんはアルテミスの手法をそらすべく命を燃やし、さらにパリスさんはその身を矢へと変化させ、オリオンさんによる渾身の意志でアルテミスを撃ち落とすことに成功しました。私たちはいよいよビッグホールへと到達します。内部に潜むポセイドンを打ち倒したカルデアは、いよいよビッグホールの向こう側、聖カントシ山脈オリュンポスへと到達するのでした。